駐車場段取りしようよ。これ昔からやな。はい。何？これあのタルハイ。これもタル。タル。エグザイルのノブちゃんはこれ。いや、あの、まあまあ、レモンサワーとレモンサワー、まあ一緒じゃん。かかる時間はおよそ1ヶ月とされています。5時半で。はい。めっちゃうまそうだよ、これ。あ、目指しのエニュー、目指しと、ほうれん草の卵同士。だって出来上がるまであれ。ブーブーにお腹を見てくるやろね。あ、わからん。そのまま向いてくれとったら多分パッパッ向いてるやろね。あいただきます。
シンガポールとグランド品が出ましたが、出たら、あやのおいなんだ。下が通勤になってるじゃないのよ。手すり乗り越えたら、下が通勤やん。それ見えるやん。一回見たい、一回見えるやん。やっぱりあれやな、五流の方行きはちょっと入ってるやん。うん、あれ全部だ。シンガポールの空港は空港の中に人が当たるちょっと一時にまで聞いたなと思う全然ありがとうはい、ありがとうございますはい、ありがとうございますありがとうみんな代わりキーパーで見てくれよこの店のいや、肉屋のお孫さんやろ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 うん、俺今日昼も食うたんやけどな。点滅しよう。食べれるからいいよ。俺今日昼これだけ食べたんだよ。そこまで行こう。ジャリンコチューの店みたいな、うんうん、電気が入ったな、うん、昭和バリバリ昭和やな西側に走りました。あ、西側。すいません。二階堂です。これちょっとこんな感じでサバ。